中央大学商学部の英語に挑戦してみたいと思いますね。どうやったらこんな簡単なのとか言ってるんですね、はい、Never repeat what I've just told you to anyone で、これ to anyone とつくから repeat だって分かんないといけないね。 Had better って表現はないですからね。自由英作文は、全部ちゃんと、きちんと書いて2分46秒です。並べ替え問題が18点ですよ。どういうこと？叫んだー！叫んだー！叫んだー！Hello there、 始まりました。モリテチャンネルです。今回はですね、中央大学商学部の英語に挑戦してみたいと思いますね。まあもう毎日ね、動画編集ばっかりで、一日のほとんどは動画編集ばっかりでね、もう辛くて辛くてしょうがないので、毎日最低でも4本は編集しているので、もうだからもうさ、10時間とか、過ぎるんだよね、普通にね。平常業務があっても3本はやってるので、ちょ、気分転換にね、やっぱ英語の問題解こうと思って。どうせ解くんだったら、やっぱり有名な大学解きたいじゃないですか。で、まあ YouTube 上でね、有名な大学って言えば、東大に続いて、中央大の商学部とか、デジタルハリウッド大学なんで、やります。よいしょ、下げよう。はい。解いてみたいと思います。80分のテストなんだね。全く、出題形式も知りません。ね、普段マーチの授業とか担当してないんで、全然やんないんで、ちょっと楽しみですね。どれぐらい時間かかるのかね、見てみたいと思います。別に、老眼じゃなかった。はい。ブルーライトカットのやつです。横浜出身だけ。はい、では行きます。では、ちょっと、まずね、出題形式どんなのかもしれないんで、はい、では行きます。おっ。長文が1つあって2つで会話、あ、4択正常、あ、これでおしまいか。じゃあとりあえず面白そうな会話から解きます。仕上げ出てこないかな。みゆきか、残念。みゆきとサラの会話ね。そう簡単だな。おお、いやいや、難しい難しい。ほんと、このさ、選択肢見なくても答え分かるから。ブリトー、私の好きなものですね。横に。自衛作文もあるんだ。ということで24分53秒ですね、和訳問題もやって英作文も全部解いて24分。てか自由英作文が長文に基づいてるって知らなかったわ。普通に書いた後に長文解いたわ。はい、では普通に公表していきたいと思います。英作文とかさ考えてなかったからね。これかな。大問の1が6分49秒、この長文は
めっちゃ簡単だったな。うん、すげえ簡単。DNA の三能勢の話でしたけど、どうやったらこんな簡単なの？あ、とか言っちゃいけないですね。はい、すげえ簡単。で、ダイモン2になるとゴンとレベルが上がりますね。そのダイモン1が40点に対してダイモン2が50点なんですが、それぞれの選択肢は短いんだけれども、かなりレベルの高い引っ掛けが出てるって感じたかな。2番とか7番8番とかも引っ掛かる人は出てくるだろうなと思った。もちろん早慶に比べたらだいぶ優しいですけど、マーチの中でも難しい方に入りそうかなっていう感じかな。あとは言い換えがきちんと分かってれば、和訳も非常に簡単ですね。うん、全然難しくなかった。1960年代と70年代っていうのはですね、学生の個性を抑圧すると広く思われていたから制服を廃した学校もあったっていうやつですね。まあサムの訳し方とかね、まあサプライズとかインディビジュアリティっていうのがマーチのレベルとしては高いから出てんじゃないかなと思った。続いて会話。うん、めっちゃ簡単だった。もう基礎表現しかないですね。きっかけがさ、すごいよね。 pretty が入る、 pretty hungry で pretty が入るんだけどさ、 b extreme は extremely でしょ、 c は quiet なんでね、これ quiet だったら正解なわけでしょ、 d はさ very って書いてあってさ、 very だったら正解なわけでしょ、ね、なんか面白って思った。でもレベルは低い。4番、あ、会話が一番最初に通りだね。会話が2分25秒、穴埋めもめちゃくちゃ簡単ですけど、1分10秒ですねと言ったのが、あ、5番はね、引っかかる人が多いだろうね。 Never repeat what I've just told you to anyone って、この to anyone とくっつくから repeat だって分かんないといけないね。 repeat なんとか to 人だよね。 この to anyone に気づかなければ discuss を選んじゃうよね。で、並べ替え問題が2分3秒。最初は get の語文型、2個目、 cannot without で、合う形容詞 SV かな、問われてるのは。3番が All you have to do だからめっちゃ簡単。うん、4番がまあよく出てくるですね。The last person ですね。準否定とかって言われるやつですけど、The last person を使ったやつで簡単。で、5番が嫌い。これね、Had better not でしょ。Had better not なんかさ、使わないからね。Had better って表現はないですからね。ね、You had better って書いてください。You'd better ですからね。You had better と言わないから。で、such a 形容詞名詞の構文。次が not so much as 動詞で、これさえしないってやつね。はい。楽勝。並べ替えが2分3秒。全部書いてますからね、僕ね。並べ替えちゃんと全文書いて2分3秒です。はい、選択肢のとこだけじゃないです。はい。自由英作文は、全部ちゃんと、きちんと書いて2分46秒です。まあ、85以上って書いてるので、何個書いたか分かりませんが、まあ余裕で85は超えてると思いますね。スクールユニフォームっていうのが必要か不要かなんて、こんなのめちゃめちゃよくあるトピック。そもそもこれ、スピーキングの授業で教えてるし、自分自身。で、スピーキングで喋ったこともあるから、超簡単ですね。あげた理由は、必要か必要じゃないかで、まあ、実際受ける人はね、長文中に出てきてるから、その理由使えばいいんですけど、自分自身は、その学校、ここにこの所属してるよっていう感覚を与えるっていうのと、で、これが本文中にも出てた、自分がこの貧乏であるとかっていうのを隠せる。そう、だから服買えない人とかね、毎日ね、違う服着なきゃいけないとかっていう必要がないっていうのと、三つ目が何を着るかっていうのを毎朝選ばなくていいってやつです。これも、もうお決まりのトピックなんで、もうただ、これだって喋るような内容ですから、その喋るのをバーって書いてるだけです。という感じで、24分53秒。まあ、約25分ぐらいかな。ただまあ、最初に全部見たんで、どういう出題形式なのか見たから、それがなかったらもっと早かったよね。あと、大問2だけが、すごくレベルが高かった。ただまあ、あとは英作文はね、みんな解けないですからさ、10点しかないんだね、英作文に。もうちょっと点数与えてあげても、いいんじゃないの。だって私が1分で解いた4択問題が12点でしょ、それに対して10点なんですよ。並べ替え問題が18点ですよ。どういう、ざけんな。はい、ちょっとね、切れゲーはまだまだ、切れゲーはちょっとね、振り切れられないよね。はい、という感じでした。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あのさ、85以上自由英作書けって言って、それで10点でさ、あんな1分で解き終わるような超簡単な4択問題が12点でもって、あんな超簡単な
正常英作文が18点もでさ、ちょっとあのさ、誰だ